アジアの強豪が集い、ナンバーワンの座をかけて熱い戦いが繰り広げられます。国と地域の名誉をかけた負けられない戦い、 AFC アジアカップ、いよいよ始まります。フットボールファンの皆さん、こんにちは。強敵が揃うこのコンペティション、勝ち抜くのは果たしてどちらでしょうか。プライドがぶつかり合うこのゲームです。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はパレスチナ対韓国、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが、天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。 AFC アジアカップ、パレスチナ対韓国。シュート、スター先制、パレスチナ韓国相手に先制。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあ、パレスチナ貴重な先制点を決めました。バトラー、さあ右へ預けて抜けてくる、打つか、イガンイン、このボールはカットされます。パレスチナがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。ソン・フンミンからのパス、ここでファールがありました。早くもカードをもらってしまいます。これはソン・フンミン、自分で行く、スルーパスを狙う、イ・キジェ、あ、いい展開ですね。上げてくる、ワーディ、スペースを使う、シュート、危ない、ファンヒチャン、裏へのスルーパス、いいと入りますよ。ファンヒチャン抜けてくる、ここは守備の対応、スペースへ、パレスチナカウンターを仕掛けていきます。スルーパス、ディフェンス、これを読んでいた、イガンインからヒチャン、これはファールの判定、イエローカードです。ファンヒチャン、
前線にボールを送ります。右サイドへ振って、もっといいボールでしょ、いいでしょ、ポジション切り替え、抜けてくる、シュート、いやー、おっとオフサイドですね。カメルシアン、さあ繋がるか、シュート、イキジェ上がっていく、左サイド、これを読んでいました。白人サップ、裏を狙っていきます、一歩も引かないですね。このボールはつながりません。この辺は人に対して厳しくいってますよね。ファールありません。前線へこの長いボール、ソン・フンミンへスペースに出す、いいボールだ、自分で行くと呼んでいた、ここはすぐ奪い返します。ここは奪います、 B サイド上がっていく、アメド、スペースを狙う、いい展開ですね。パレスチナボールです。裏のスペースを狙う、もういいですね。ここは笛が鳴ります。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、ファインセーブです、直接でしたが止めます。入ったグランダーでのシュートはキーパーとしては取りにくいボールだと思うんですよね。よくここは止めましたよね。アメド、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、パレスチナ、まずは1点先制して折り返す前半となります。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから、内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。 AFC アジアカップ、パレスチナ対韓国、パレスチナが1点を先制して折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。パレスチナ 1-0 リードです。奪い返します、裏を狙う、いいボール入りますよ。ここは繋がりません。ここはドリブルで上がる、さあ左へ預けてソン・フンミンが受ける、ファン・ヒチャン勝負か、裏へ出るか、抜けた、さあチャンス、どうだこのシュート、
った追いついた韓国ここで同点に追いつきます。いやいいですよね、これはサポーターも燃えますよね。ファンヒちゃん相手のチェックを外してのフィニッシュでした。ラストパスからフィニッシュまでの流れが頭で来た、いい反応、セカッとここはキーパー処理しました。ここは対応します。裏へのスルーパス、スペースへ、このパスが抜ける、このボールをカットします。パスを狙う、いいボールですね。ここは抑えました。The attendance for this match was 72,306. ソン・フンミン、ボールを受けていけるか、シュート、高い位置で奪ってチャンスを作りました。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。イキジェ、ここはクシュート、いやファンヒちゃんジャストで合わせましたが決まりませんでした。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のこれは合いません。左サイド上がっていく、持っていく、スルーパスを出す、いいボールだ、おいい形じゃないですか。このボールに触ります、ここは読んでいました。絶好の位置、奪います、スペースを狙う、ここはつながりません。レフリー笛は吹きません。どうだ、シュート、うわ、パレスチナ同じようなチャンスが続いています。いや決めたかったですよね、まあ決定機は作れているのでこのままトライしていきたいですよね。これは合いません。さあ右へ預けて、おこれいいですよ、イガインからファーへインターセプト、右サイドへ振って、韓国としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。シュート、いや韓国絶好の得点機、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね、最後まで目が離せませんね今日のゲームは。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま行きますとさらに前後半15分ずつの延長戦が待っています。抜けてくる、シュート、いやパレスチナ絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。ここはボールを下げる、ここは繋がりません。裏を狙っていきます、いいボールでしょ、ファンヒチャンへ、ダッシュート、フィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を外れていきました。奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。
さあ右へ預けて、お、これいいですよ。さあフリーだ。さあ繋がるかと呼んでいた。時間がかかってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。シュート、キム・スンギュ。ソン・フンミ、この試合ですでにアシストを記録しています。これは合いません。スルーパス。このセカンドボールは果敢なディフェンス。どうだ、ここは繋がりません。シュート、こぼれた。これは奪い返します。シュート、決まった。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、すごい。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴー。自身上を突きに加えて今試合終了です。2対1、パレスチナ見事な勝利です。そして条件達成です。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？いやー、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 AFC アジアカップ、パレスチナが見事目標達成です。And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Thank you.